42番横山さんです。そしてあちらの白い線の手前で合図があるまでお待ちください。はい、こちらでお待ちくださいね。一旦合図しますので。続きまして横山みどりさんのご登場です。横山みどりさんは46歳、 NHK から国民を守る党からの出馬です。職業はインターネットコメディアンです。29番、横山さん29番のお席にお着きください。続きまして前田太一さんのご登場です。29番横山みどりさん、いかがでしょうか。はい、はい、あ、丸×どっちから。私めは、丸でお願いいたします。まあ木を切ってそこになんかみんなが集まれそうななんかスタジアムとか作るんであれば、私めはあの多少致し方ないかなという気持ちでいっぱいですが、ただ木の気持ちになると木を切ったところでそのまあ木材をですねなくすわけですから、それですると自然のですね破壊にもつながるわけでございますので、そういった意味では私、ありがとうございます。はい、ではあの32番、はい、小松さんよろしくお願いします。はい、してはいけないということの反省を込めて送りたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。横山さん発言の機会が少なかったのですいません。29番、はい、お願いします。私目からしますと、まあ、都知事がですねこうやってやるんだけど、それは国の政策だと思うんで国がやるべきだって、都知事が余計なことをするとまたちょっとですねあの問題があるので、私は見送りたいなと思っております。はい、わかりました。はい、丸の立場の方、横山さん29番、はい、私はですねあの、まあ、少子化問題に対しては、評価いたします。あとですねちょっとまあ関係ないですけど、もうちょっと視聴者が減ってきたし、あのちょっと、帰ります。書類は破棄していってください。はい、お帰りになるということですね。はい、ありがとうございました。はい、丸の立場で、でははい、沢さん、沢茂美さんお願いします。33番、現役の織田信長、帰ります。いや、配送じゃなくて帰ります。普通に逃げたんじゃないよ、俺議論がしたかったんだよ。議論が本来であれば議論できるよ。なんか俺がさ突然振られたんですよ、司会者に。司会者の畠山さんに振られて、なんか神宮前のその開発についてどう思いますかって言ってさ、はぁと思って、神宮前の開発って言ってさ、神宮の開発って言って、だから木の気持ちに立ったらかわいそうっていうなんかこと言ったら、プーッとか笑いやがってよ周りの連中が。あ、その時にカチンと来たんですよ。俺がね、火の気持ちに立ってみたら、私めはあのっていうか、なんか変なこと言ってたらあんまりちょっとわからんから、そうしたらザワザワしてさ笑い始めたやつがいたからさ、こいつ俺のこと舐めてんなと思って、だからあのムカついたから逃げてきた、あ帰ってきた、うん、もう議論じゃないじゃん。そうなると人のことバカにしてまで議論ができるわけねえだろ、ね、しかも もうちょっとさプロジェクションマッピングについてとかだったら答えれたのに、よりによってさ神宮のな開発問題とか言われてもわからねえじゃん。じゃあ俺がそこで温泉掘った方がいいですねとか、ディズニーランド作った方がいいですねとか言った方がよかったんかよ。じゃあだ知識があることとないことがあるんだからさ、うん、あと IQ89 とか連動しやがってよ外でな。火の気持ち近くに寝とくねえ俺。おい、火の気持ち近いってお前マジぶち止めそう。お前俺 TS 消すからな、それの TS、あの木の気持ちって書いてお前の TS 消すからな、ね、書くなそれは。お前だってじゃあいきなりアドリブなしで当てられてみろよ。じゃあお前がじゃあ司会者に急にね
ぼーっとしてる最中にね、じゃあ横山さん何かあり、神宮の再開発について何かありますかって聞いて、マイク取った瞬間に、お前って答えられないだろ、黙っちゃうでしょ。でも俺は無理やりね絞り出して、まあ再開発におきまして、まあ、そこでですね、スタジアムとか作るのであればまだいいと思いますが、まあ、自然災害、自然のですね、環境破壊を考えて、まあ、木の気持ちを考え、切られる木の気持ちを考えますとって言ったらさ、な、俺のことをさ、知能指数の低いバカだと思いやがってよ、周りの連中が。なんでぼーっとしてんの？だから、他の人が当てられてたから俺に来ないと思うじゃん、普通に考えたら。ギリ剣って書くな。ギリギリ健常者の略すんじゃねえぞ、この野郎。ね、後ろに木がある。だから何なんだよ。だからな、後ろに木があると、じゃあ俺が、木があるからな、木の気持ちが分かるよとか言ってさ、これでさ、ふーってやって。あ、すいません。なんか、俺が一人で喋ってたら、木の気持ちが分かるよ、ふーってやったら、なんかカップルが急に会話止めちゃったから、すいませんでした。木の木もいいだろ別に。ああ、おいって俺を呼ぶわけねえだろ。おい、おいって俺を呼ぶんじゃなくて、トラックの案内してに決まってんだろ。状況考えろ。なんであそこにいるさ、工事の人がさ、おい、おいって言ってさ、俺を呼ぶと思ったんだよ。トラックの誘導してるのはあそこで。だから、おいらい、おいらいっていう意味で早く来ただけだよ。なあ、そんだけですよ。木があるぞ。だからなんだよ。気が悪いよ、それは。指さしたら外人がいてびっくりしてた。気があるぞって言ったから、これ指さしたら、ちょうど後ろに外国人の観光客がいて、向こうがリクとしてたから、俺は今ちょっと逃げてきた。帰ろっと。よいしょ。やっと話せたわ、もう。いや、辛いな、結構。やっぱね、ちょっとね、まあ、無理があったと思うよ、今回の企画が。だって集まったのが30人でしょ。30人で討論は無理だって。時間も決まってるんだし。だったら浅生みたいに第1部第2部第3部ってさ、10人ずつに区切ってそれでやった方が良かったんじゃないかな。喋りたいこともあんまり喋れんかったもん。だからさ、番組見てる人からしたら、あ、こいつ逃げたなと思ってるんだろ、どうせ。あ、横山みどりは議論ができなくてね、バカだから現場から逃げ出した負け犬だとか思ってんだろ。でも逆だからね、あんまりそこにいても深い議論ができんかったから、だから書類を破棄してくださいって言ったわけ、提出した。だって意味ないもん。言っちゃ悪いけどね、やってくれたことに関しては文句ないけど、あまりに人が多すぎて薄まる。俺の発言が薄まる。それによってもっと濃い発言したかったから。だから AI メイヤーじゃなくて、ないっけ、誰だっけ、東千春じゃなくて、あいついたじゃん、途中で YouTuber で抜けて自分で配信撮った人。暇空？ひまわり、暇なんとかさんね。暇空さんという人。暇空さんは正解だと思う。あれは一番賢いと思う。それで すぐに枠取って自分のところに視聴者集めて、俺のやりたいことはこうですっていうさ、あいつ頭いいと思うわ。最初暇空についてムカついたけど、お前だけ目立ちやがってって思ったけど、でもよく考えたら暇空さん正解だと思う、あれは。だって確かに議論できないもん。自分の意見をさ、なんかバーって喋ってさ、短い時間で、だから伝えたくことが伝わらん。ツイキャスでこうやって伝えた方がいいもん、俺の言いたいことは。あ、でバックレなんか出さ、いや、バックレじゃない、ない、バックレじゃないよ、これは。確かに見る人によってはバックレたように見えるかもしれない。でも俺は感じたの。ここの場にいても視聴者も関心持ってないし、みんなもダラダラしてる空気でわかるの。あ、グダグダしてるなと思って、だからここにいてもな、あんまりその深まる議論ができないかなと思って、俺はに逃げたんじゃなくて逃走しただけ。それだけ。木の気持ちを考えろ。お前、木伐採するかてめえのよ、この野郎。